はい、ルンです。今回は BOCW ニュークタウン24分の7のキルコンファームドで遊んでみたいと思います。はい、頑張るぞ。今回もバタナ前のこの C58 ネイルガンのクラスで暴れてみたいと思います。はい、頑張るぞ。ホットスワップっていうのが進んでんでティア2に上がりましたね。ちょっと難しいんで武器の切り替え直後にこれホットスワップって今出ましたけど、これですね。よし、タイミングもあるんですよ、これ。難しいんですよ、結構ネイルガンからやった方がいいかもしれない。ホットスワップ面白いよね。レベルアップしたな。なかなか難しいチャレンジでやった方がレベルアップのためにもスキルアップ中か。攻めていくぜ。ダッシュは必須っすね。タイミング難しいんだよこれ。これ前から苦手なんで、セミテックス行くぞ。チャレンジ難しいんで。ガスマインを使う。上空に敵の偵察。くたばったな。ホットスワップになってない。これホットスワップだな。あー、弾切れ。もっと弾が多い武器に変えようかな。でもこの武器俺好きだから面白いんで。上空に敵の偵察機。正面からいったら勝てないからね。ホットスワップではない。正面から行くよりは斜めから行った方がセムテックスを投げる有利でしょ。ダメだ。まあまあ面白いんじゃない。こういうプレイした方が。セミテックス行くぞ。お、確実なんで。だいたいアクアスから顔出すから。レーダーあまり俺見ないんだけど。あ、難しいんだよこれ。うん。うん、ホットスワップっていうチャレンジ難しいよ。簡単じゃないよこれ。今ホットスワップってなったな。ケアパケいけるな。敵のエアパトロールを検知した。あ、ちょっとやばい、危なかった。味方に助けられたのかな。ガスマ置いとこう、念のために。あ、なんだこれ。カウンター手助け、あんまりもっと強力なの欲しかったな。まあいいっすか。あ、いた。あー、ちょ、邪魔すんなよ。チャレンジ俺早く終わらせたいんだよ。セミテックスを投げた。あー、ダメだ、難しいんだよこれ。あー、とってもハンドガンのデュアルとか使えばもっとすぐ終わると思うけどな。簡単に。
や難しいでしょこれ、ホットショップになってないでしょこれ、難しいんだよこれ。難しいんだよこれ。衝撃31キロやってるのか。スカベンジャー必須だねやっぱり。こっから顔出すからね。あ、味方かこれ。いるな。終わりだな、もうちょい。まだか。まあまあ、成績悪くないな、今回。センテクス、行くぞ。ホットショップ。女を片付けた。あ、いないいないいない。ダメだ、これ。ホットショップ。あー、ダメだな。ウォーマシン、もうちょい回せるな。ガスマインを使う。セミテクスを使う。ああ、困るわ本当に。あ、ホットショップ。よし、ホットショップじゃなってないな。もうちょい通るな。お、ホームシーンちょっと回したいんだけど。あー、困るよ。あ、ホームシーンいけるな。あ、あと2キルで終わりなんで、チャレンジがあるんですよ。よし、終わった。よしよしよし、オッケーオッケー。44キロ悪くない。オッケーオッケー。取れない方がいいな、タグは。ここから来るな。ホットショップ。よしよしよし。あ、ホットショップってなってねえな。46キロ50キロいかないか。よしよし、47キロいったか。あれも進んでるな。俺じゃない、だから成績悪かったから、そのリベンジでもやってるんですけどね。まあこれでリベンジできたっちゅうことで、あれハードポイントで30何キロカスタムでニュークタウン24分の7のキルコンファームドで遊んでました。キルコンファームドでね、47キロできたのでね、満足してます。結構チャレンジも進んでるんで、あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。